ニューヨーク市地下鉄1系統は、ニューヨーク市地下鉄 A ディビジョンの運転系統。ラインカラーは赤で、IRT ブロードウェイ -7 番外線を通っている。バンコートランドパーク -242 丁目駅からサウスフェリー駅を結んでいる。1904年から1908年にかけて、地下鉄が開通した時、主な路線は、マンハッタンの西側にあった。急行 確定があり、急行はラッシュアワー時にブルックリンまで走っていたが、他の列車はシティホール駅やサウスフェリー駅までだった。IRT ブロードウェイ -7 番外線が最初に、開通したのは1917年6月3日で、タイムズスクエア -42 丁目駅、ペンステーション -34 丁目駅間だった。1918年7月1日には、 サウスフェリー駅まで路線が延長され、ウォールストリートなどを通って、ブルックリンの方向へ向かう支線も建設された。郊外からの路線は、サウスフェリー駅へ向かったが、急行は支線へ走り、1919年4月15日に、クラークストリートトンネルの開通によりブルックリンまで、路線が伸びた。その後、IRT イースタンパークウェイ線や IRT のストランドアベニュー線、 IRT ニューロッツ線も開通し、フラットブッシュアベニュー駅やニューロッツアベニュー駅まで走るようになった。2001年9月11日には、アメリカ同時多発テロによるワールドトレードセンターの崩壊のために、その下を走っていた1系統は被害を受け、路線の運用区間及び車両の運用変更を余儀なくされた。当初は14丁目駅から、 バンコートランドパーク -242、24町名駅までの短縮区間運行となり、その後も運行スケジュールや停車駅、区間などが変更されたが、2002年9月15日にサウスフェリー駅までの運行が再開された。ワールドトレードセンターの直下に位置していたコートランドストリート駅は閉鎖されたままであったが、再建工事が終了し2018年9月8日より、駅名を WTC コートランド駅と変更し、営業を再開した。この路線は、時間帯による運用変更はないが、平日朝ラッシュ時の三3 7丁目、シティカレッジ駅及び車庫から出発する238丁目駅から、終点のサウスフェリー駅までを結ぶ、途中駅四十儀の列車がある。平日ピルマは6分間隔、土休日ピルマは8分間隔で運行されている。 ありがとうございます。